ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、いよいよキックオフです。オフサイドにはならなかった。ここで折り返す。中へ上げる。10分過ぎました。スペースを使う。シュート！横にそれてしまった。いいパスだ。さあ、ここからどう攻める。スローインです。抜かれた。ファーサイドに上げた。ヘッドでつなぐ。前が空いた。前半30分経過。を狙った。よく見ています。ゴール！マーベラス！シューバー！ビューティフォーゴール！素晴らしいゴールです。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ、中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、攻撃ではもっと前線にため作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。ボールが宙をさまよう。チャンスボールになるか。いいボールが出た。
戻してスペースを見つけた。後ろに戻します。ラッキーボール。うん、ジャストミートできない。軸足がちょっとぶれましたね。ドリブルで上がる。合わせた。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。繋がればチャンス。センタリング。ここで選手交代です。よし、コーナーキックになります。届かない。さあチャンス到来。試合終了です。1点を死守しました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。